はい、どうもこんにちは、リュウジです。今日はですね、私が PCX125 を購入したブルーポイントさんに来ております。今日2023年の1月6日なんですけど、購入したのがですね2021年1月28日に納車されたということなので、あと20日余りするとね、もう丸2年ということなんですね。ちょっと早めなんですが、1年点検ですね、2回目の12ヶ月点検、こちらを今日お願いしに来ました。と同時にですね、走行距離が、画像のように2万7千キロを超えてですね、あ、いいですいいです、勝手に喋ってますから ちょうど2万7千キロ、前回変えたの1万2、3千キロだったんですよね。1年点検とタイヤ交換、それからオイル交換、あとは点検してもらってブレーキパッドとかがもし減りが早いようであればね、そろそろ交換してもらってもいいかなと思っております。どれくらいかかるのかな、タイヤ交換で2万5、6000円、オイル交換が2000円、点検代が3000円ぐらい、最低でも3万ちょっと、ブレーキパッドまで交換したら4万とかかかるかもしれませんね。まあでもこれは必要経費というかね、よく頑張って走ってくれてます。2万7000キロ走ってこんだけ、前輪はこんな感じですね。新車から1回も変えてなくて2万7000キロ走行、後輪よりもまだあるけどね。衝撃の事実が判明しました。1年点検はね、お前から予約してたんですが、と同時に今日オイル交換、タイヤ前後交換を予約して、でタイヤも結構ですね、 PCX の純正のタイヤ、ミシュランのシティグリップっていうタイヤがね純正なんですが、僕は前回後輪タイヤをね、ミシュランのシティグリップ2、シティグリップよりも一つ新しいモデルに交換したんですね。でそれで今回も前後ともシティグリップ2に変えてもらおうと思って、結構在庫があちこちないの知ってたのでね、もうあらかじめもう去年11月頃からタイヤの発注をねするようにお店の方に頼んでました。でもタイヤはもう12月の中旬ぐらいに届いてますよということで連絡いただいてたんでね、今日安心してきたんですね。ところがですよ、ところがなんと店長さんの勘違いでフロントタイヤサイズが違うということ、前の方ですね、JK05 じゃなくて、81型かな、はい、JF81 型のフロントタイヤってフロントがね100の70かな、で今回の JK05 はタイヤのサイズが変わって110の70、幅が広くなってるんですよね、サイズ違いということなので、どうしようかなと、まあ、店長に相談したんですけどね、シティグリップ2を入れようと思うとまたさらにここから1ヶ月ぐらい商品が来るのが時間かかると、それじゃちょっと困るなということで、シティグリップ純正と同じものですね、これであれば来週の月曜日、もう3日後ぐらいにはお店の方に来るらしいんで、もう今回はねフロントタイヤは純正と同じ、ミシュランのシティグリップで、リアタイヤはミシュランのシティグリップ2ということでね、やっていこうと思います。特にミシュランのシティグリップ1、純正タイヤがね不満があったわけではなくって、実際もう2万7000キロ以上走ってますけど、フロントタイヤはねもう少し使えそうな気配もあるんですよ。多分ねうまく乗れば3万キロぐらい持つような気がします。で現にこれまでねフロントがシティグリップ1で、リアがシティグリップ2で、ここ1万4000キロぐらいはね走ってきた、全然問題なかった。なのでフロントがシティグリップ、リアがシティグリップ2という組み合わせでね今回行こうと思います。全然問題ないと思うなんか店長の手違いだったんで、お勉強してきます、安くしてきますって言ってくれてましたから、いくらか割引してくれるでしょう、こういうこともあるんですね。全然問題ないです。さすがにあと1ヶ月っていうとね、やっぱ1500キロとか2000キロぐらい走ってで、まあフロントタイヤがダメになるということはないんだろうけど、若干不安がありますしね、同時に変えるということで、まあ、来週ですけどねフロントタイヤはね、という段取りになりました。いろいろとアクシデントがあるもんです。年末年始っていうか、年始はバイク屋さんって忙しいらしいですね。バイクショップさんもね1週間ぐらい年末年始の休みを取るんで、点検とかオイル交換とか故障だったりとか、そういうものでバイクを持ち込まれるお客さんが多い。だから今日は1月6日でブルーポイントさんのね仕事始めらしいんですけど、もう午前中から結構バタバタしてたらしいと。もう早速今日からなんかちょうど後ろにあるレブル
の新車を見に来てたカップルさんが、なんかもう今にも買いそうな勢いでね、見に来たりしてましたから、やっぱコロナの影響もあって、バイクの人気っていうか需要は増えてるんじゃないですかね。バイクに限らず自転車とかもね、最近増えてるっていう聞きますし、都会なんかではね、電車通勤をやめて自転車通勤とかバイク通勤に変えたっていう人も多いって聞きますしね。まあ正しく乗って安全運転をすればね、これほど気持ちよくて便利な乗り物はね、ないと思うんで、バイクとか自転車っていうのは。まあ寒さ、暑さに対策をしなきゃいけないっていうね、もうありますけど、それもまた楽しさの一つですから。まあ電車や車でね、通勤してればね、まあ、楽だし寒くもないしっていうのはありますけど、まあ、このコロナが収まらないようなね、こういう世の中になってきて、いいことじゃないのかなと思いますよね。はい、ちょっとね調べてみたんですけど、なんと先ほど話したシティグリップ2、新しい方のタイヤは新型の JK05 型の PCX のフロントタイヤに対応するサイズがないんですよ、そもそも。110-7014というのは、ね、メーカーで作ってないですね。ちょっと特殊なサイズで、他のスクーターとかに使ってないサイズらしいんですよね。 JK05 型だけ。その前の JF81 以前のものはね、100-7014とかなので、そもそもタイヤサイズが存在しないということでね、ブルーポイントの店長さんも注文ミスしたっていうよりも、そもそもそのサイズがなかったっていうことなんでね、これはもうしょうがないですね。もう選択肢がないってことですよ。 PCX-JK05 型に関してはフロントサイズはもう純正のね、ミシュランシティグリップを選ぶしかないという感じだと思います。まあ、他のね、もっと安いメーカーがね、出してるのかもしれませんが、ミシュランに限って言えばね、シティグリップを選ぶしかないですね。もうそもそもしょうがないっちゃしょうがないですよ。もうそういう設定がないんですから。もうそもそもサイズがないんやな、俺。そうそうそう、見たらシティグリップしか、そうそう、普通になかっただけ。そのもう上前後のサイズしか、そうそう、変形率が違うやつしか、そう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 、ということらしいです。はい、ということで、今回はですね、 PCX の12ヶ月点検が終わりました。まあ、最初にも言いましたけどね、今日2023年の1月6日納車されたのが2021年の1月28日ですから、あと20日ぐらいでね、ちょうど丸2年を迎えるということで、ちょっと早めなんですけれども、1年点検、12ヶ月点検、終わらせてきました。というのも、まあ、先ほど話しましたけれども、今回の予定はですね、12ヶ月点検一式、それから前後のタイヤ交換、それとオイル交換、ということですね。最初に話しておきたいのが、ちょっと予測しない事態が起きましたよね。最初は、ね、店長さんのミスかなと思ったんですけれども、フロントタイヤがサイズが違うと、ミシュランのシティグリップ2っていうタイヤをね、前後オーダーしてたんですよね。で、私も店長さんももう完全な思い込み。この PCX-JK05 型には、ミシュランのシティグリップ2純正サイズの設定はありません。純正サイズの設定が110-7014インチっていうものなんですけれども、ないんですよね。ミシュラン自体が作ってない。というのも、PCX の JK05 にしか使われてないと、他のスクーターでは存在しないサイズらしいんですね。そりゃメーカーも作りませんよね。で、店長の思い込みもあって、オーダーしたものが、100-7014インチ。前のモデル、JF81 型のモデルの PCX 純正サイズのタイヤだったんですね。まあ、はめられないことはないんですけれども、わざわざタイヤを細いものに変える人は少ないと思いますので、まあ、できれば純正サイズがいいなと思ったんで、じゃあ純正サイズをお願いしますということで、来週のね、月曜日、3日後ぐらいには入荷するらしいので、また来週、フロントタイヤ、それからフロントのブレーキパッドも減ってたので、同時にそれも交換してもらおうかなと思ってます。なので今回は結果的に言うとですね、12ヶ月点検一式、それからリアタイヤの交換、それとオイル交換、この3つで終わりましたよね。金額はですね、12ヶ月点検一式が税込み4,400円、エンジンオイルの交換が1,800円プラス工賃500円かな。で、リアタイヤの交換が部品が9,500円の工賃5,500円で、合計がですね 21,700円ということになりましたね。また来週フロントタイヤとブレーキパッドを交換するので、どれぐらいでしょうね。まあ2万弱。うん。
なんでトータルすると多分、まあ予想通り4万ぐらいかなと思ってたんですね、全部で。うん、まあ、ブレーキパッド交換しなければ、3万3000円から4000円ぐらいっていう感じなんですけれども、まあ想定内っていうか予定通り、予定よりも少なかったかなっていう気がしてます。はい、それでですね、タイヤのライフですね、要は寿命、最初のタイヤ交換はリアタイヤを走行距離が1万3000キロぐらいで交換したんですよ。それは純正タイヤですよね、ミシュランのシティグリップで、その時にミシュランのシティグリップ2に交換しました。で、今回が2万7333キロでの交換ですので、約1万4000キロ、もうね、限界まで使ったって感じです。これ以上は走れるけれども、ちょっとしたことでパンクもしやすくなりますし、リスクも増えますしね。実際走っててもやっぱり滑りやすくなってましたので、まあ最大限使ってもリアタイヤは1万5000キロ、まあ、走り方次第ですけれどもねっていう気がしました。まあね、安全マージンを取るならば1万2、3000キロぐらいで交換がベストかなという感じがしてます。でフロントタイヤに関しては今回27333でしょ、まあ、来週ですから、まあ仮にね、2万8000キロぐらいで交換してもまだもう少し走れる感じはあるんですよ。なので走り方次第ではフロントタイヤは3万キロ交換、丁寧に走ればですね、フロントが3万キロ、リアは1万5000キロ、リアはちょっと厳しいけどね、リアは1万3000から4000で交換でしょうね。で、リアタイヤの2回に1回フロントを交換する、フロントタイヤも2万6000から2万8000キロぐらいで交換してあげるっていうサイクルがベストなんじゃないかなと、一通り今回ね、交換サイクルになってそう感じてます。はい、2年間で約2万9000、8000から9000、年間で1万4、5000キロ、行くか行かないかっていう感じなんですけれども、まあ自分としてはね、もっと距離が伸びるかなとは思ってたんです、実は。ただやっぱりね、プライベートでいろんなことが起きて、まあ身内の不幸があったりとかね、そういうことも今年あった、今年じゃないや、去年か、あったりしたので、うん、まあその間2ヶ月ぐらい乗らない時とかもあったんでね、まあ平均してでも、どれぐらいですか、年間で1万5000とした時に、月に1000、2、300キロ、まあまあいい感じで走ってるんじゃないでしょうか。まあ結構走ってる方だと思います。まあ今回こうやって2万、3万、4万の出費がありますけど、年間トータルで見たらね、車なんか比べ物にならないぐらい維持費は安いですしね。やっぱり素晴らしい乗り物だなっていう思いますよね。このまあ PCX に限らずね、125というカテゴリーのスクーター、もしくは小型のバイクっていうのは使い勝手がいいなっていうのはつくづく痛感してます。はい。なので、ADV の160とかがね、今年発売されますよね。ちょっと浮気心もあって、乗り換えようかななんていう気持ちもなくはなかったんですけど、まあ価格も価格結構ね、いい値段しますよね、ADV160。47万ぐらいしますよね、車体価格ね。もうちょっとした 250cc の安いやつが買えるんじゃないかっていうぐらいの値段ですよね。じゃあこれ PCX と手放してそれ買うってなった時に、まあお金の問題というよりもね、必要か必要じゃないかって考えると、この PCX125 で、私はね、もう必要十分っていう感じがしてます。はい。高速道路乗るわけでもないし、うん、もうほんと街乗り専用、ちょい乗り専用、で、買い物専用みたいな感じですので、まあ、高速道路乗ってバイクでどっか出かけようと思えば、もう一台のね、Z250 がありますから、まあ遠出するんであればあちらで行けばいいし、っていうふうに考えてます。まあ、今回久しぶりの動画でね、ちょっと長くなってしまいましたけれども、まあ一年点検をやりましたと、タイヤ交換をやりました。ということでね、動画を撮ってみました。まあ今後またね、しばらく YouTube の方も、何ヶ月も結構、3ヶ月ぐらいかわかんないけど、全然動画アップしてなくて、まあそういうさっきも言った身内の不幸とかもあってね、そんなもう本当言い訳にしかならないんですけど、またこれからね、動画もちょくちょくアップしていこうかなと思ってます。バイクの動画。出先でこんなもん食ったよとか、ライフワークに関する話をしていこうと思いますので、付き合い願えればありがたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。